まずは自己紹介すっかな俺っちはたまち駅のハブリと里さだしくよろこのレッスンスタジオは俺っちがハブリの良かった時に手に入れた建物だハブリだけに <laughs> なんつって <laughs> あんときはおったまげるほどケーキかったからなちなみに表の看板はミラーボールをイメージしてる 暗闇でも迷わないで済むだろ室内は完全防音防振じゃんじゃん騒いでオーケーントは中央にドーンとお立ち台を置こうとしたけどみんなに全力で反対されてな高いところで踊ったらテンション上がるのによ <music> ちなみに 練習に使うのに事前申請は必要なせんいつでもバーンと開放してっから自由に使っていいからあのんどうしたすみませんこの曲俺っちの BGM のことテンション上がるだろヒューできれば止めていただけますかえぇ、ー、練習してる方もいますしふん <laughs> 真っ当なこと言うチャンニーだね。もっと俺っちはそろそろケツカッチンだ今日はザギンでシースーなんだこのスタジオについて他に聞いておきたいことはい,いえ、大丈夫です。そっちのチャンニーたちはああ、平気数。あ、はいありがとうございましたじゃあな バイビーおいえお前ら何で会話に入ってこねえんだよごめんなさいああ、BGM が邪魔してハブリさんの言葉が全然頭入ってこなかったまあそれはわかるそもそもケツカチンって何だ 後ろの予定が詰まっているってことです。もともとは業界用語ですが、バブルという時代に一般の人たちも使うようになったそうです。すーわ、そんなことまで知ってるのかすげえなつーか、お前でも黙る相手がいるんだな。ハブリさんいい人そうだったけど、会話が成立する自信がなかったんだよ。なんつーか、全く言葉が出てこなくて。語彙消失ってやつん その声は、大地 <laughs> ルイ君、くん、やっと会えたね。竹爪すわこいつは俺の達でこんにちは。俺は菅鴨駅の高岩大地。モットーは、和顔愛護。よろしくね。和顔愛護。仏教の教えの一つ、和やかな笑顔で、思いやりのある話し方で人と接すること、ですよね。 ああ、和顔愛語の意味を知っているんだね。さすが諏訪くん。僕のこと知っているんですかラジオ聞いたよ。俺、君とは気が合いそうだなって思ってたんだ。あのラジオ聞いたんですね。恥ずかしい。俺と大地は、小春時の同級生なんだ。こいつ、今はこんな古風な格好してるけど。 中学ん時は俺の過去の話はいいからそう言われると気になるな。今とは全然違くてさルイ君俺のユニットメンバーも練習に来ているんだ。みんなに紹介する。花房さつきさん。口角をあと3度上げましょう。レッチ。 これ以上は無理だよあと3度君はおとぎり草の人なのさつきさん、レチに怒っちゃダメだよ今の、怒ってたのかさつきさんは何でも花で例えるんだおとぎり草の花言葉は、敵意だから 嫌いな人や物に対してつけるあだ名なんだよ。例えるというか、そうじゃないと覚えられないから。花で覚えるなんて素敵ですね。君は、梅もどきの人。え、僕ですかありがとうございます。嬉しいのか梅もどきは赤色の果実がつく落葉低木です。花言葉は、 名簿、知恵。僕にとって最高の褒め言葉です。<laughs> 喜んでくれて何より。君は。俺すかひまわりの人。わかる。明るくまっすぐ伸びてる感じだ。お、おう、だす。じゃあ、竹爪くんは彼は、あじさいの人。 アジサイよくわからないけど、どうも。僕は、コマゴメ駅の花房さつき。よろしく。君たちは、今日から練習はい。あの、前から気になってたんすけど、この、音切り草もう、さつきさん、レチーでしょ俺。 これ使ってみたかったんだよ実は、僕もですどうせなら、今からやってみようぜおお、やる気があっていいね新人さんなんか、集まってきたな先輩たちが、こっち見てるじゃあ、ちょうどいい機会だねえ<っ>デビューイベントには、もっとたくさんのパッセンジャーが集まることになるんだよ いっぱい。梅もどきの人。どうしたの。いっぱい。いっぱい。いっぱい。すわ。落ち着け。大丈夫。大丈夫。人生は。一歳かいく。だよ。さあさあ。やってみよう。僕。やっぱり無理です。皆様。ご清聴いただき。 ありがとうございました。電車は皆様にお乗りいただく前に、試運転というものをいたします。加速、蛇行、減速など、車両の制御機能と乗り心地など、皆様を安心安全に目的地にお届けするため、様々な走行パターンを用い、試験を繰り返します。 次回は新人の、いわばラッチとしての試運転です。うまくいくといいですね。それでは本日はここまで。